浅井長政は信長の大志に共感して協力を約し、信長は上洛に向けて俺の戦を見せてやる。よし、俺の出番だな。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。よし、影さん。分かった。この元で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。よしあき殿、将軍家のことは我らに任せ、ここでおとなしゅう打ち死になされ。俺の出番か。俺から逃げられると思ったか。引かせていただこう。地ならしはこの程度でよかろう。分かった。全軍観音寺城へ向けて進め。歩く。足利義明様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。任せろ。分かった。おお、越後の竜が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだな。先に三つくり城を落として南より揺さぶるか。小次郎を落とすのんざ、伊賀の忍びにとっちゃ造作もね。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に三つくり城を落とすぞ。光秀、別動隊を率いて三つくり城を落とせ。分かった、任せてくれ。分かった、任せろ。俺の出番か。敵は義明殿に戦力を集中させるつもりか。何としても守り抜かねばな。義明様こそ正当なる将軍位の継承者。正しきを歪める者どもに鉄槌を下さん。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。開門。何？誰が城の門を開けたのだ。気は満ちたようだ。今こそ三つくり城を落とす。敵襲か。この城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを買っているようだな。もし忍びを、大賀者を出せ。なんだ、急に霧が。敵はそこか。何をする。俺は味方だぞ。妙だな、敵の仕掛けた術か。助かったようだな。皆大義褒めて使わすぞ。義明様の御前に敵を寄せつけてはならん。上杉の兵を持って守りを固めよう。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。甲賀者の仕業だった。急ぎ義明殿を救わねばなるまい。
まやかしとは誤釈な。義明様をお守りせねば。俺の出番だ。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。やっぱ強えな。降参だ降参。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが捕らえておけ。好きなバカ。分かった。考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。味方の混乱はあの忍びの仕業か。奴を撃ち術を止めるのだ。敵は関門事情に迫る勢いか。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。俺の出番か。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かった。分かれて当たるか。我ら三好一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。滝川一益ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますと。敵将やってやったぞ。耐えきれん。引かせてもらう。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三つくり城に織田の旗印を掲げ見せつけよ。三つくり城に織田の旗印が立っただと。奴は北から来るのではなかったのか。六角に蒲生あり。織田勢ごとき押し返してくれる。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。分かった。六角をしのぐと言われたガモもこの手も。ならば義方も恐れるに足らんな。三つくり城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。光秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。任せろ。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。どうだ。奴らこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえっての。尋常に勝負いたせ。終わりの成り上がりが調子に乗りおって。今日を滑る三好の力思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。絶対に倒せ。貴様ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。これが俺のやり方だ。かなう相手ではなかったか。おっと、織田勢が攻勢に出た。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして。多分まっすぐな人なんだろうな。三つくり城はおとりであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。どんなもんじゃ。長政のやつ生意気な。門を開けよう。俺が返り討ちにしてやる。開門。分かった。分かった。分かった。和田山
山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。小が忍びでも何でも使って敵を追い払わるか。カズもう一度機会をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。来たな六角。みんなこの機を逃すな。敵将俺もやってやったぞ。力及ばずか。我に組みする者は皆の分かった。村上に向けて進軍せろ。飛ぶぜ。自らご活躍とは恐れ入りますな。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。任せろ。分かった。うわさ通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが。俺から逃げられると思ったか。力及ばずか。終わらせる。見上げたものだな。耐えきれん。引かせてもらう。俺の出番か。もうどうにもならねえな。そうこいつも織田ごときに。えい、私が撃って出る。門を開けよう。開門。この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。どうだ。まだ倒し足りない。俺の出番か。この浅井長政が討ち取った。叶う相手ではなかったか。自らご活躍とは恐れ入りますな。俺の進歩は絶対誰にも止められねえ。どうだ。終わらせる。観音寺城は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。信長様。